ラスファージャパン公式 YouTube チャンネルをご覧の皆様、こんにちは、センタロウです。今回はですね、前回に引き続きジムニーでございます。こちらね、ジムニー XC のこちら見てください。ダムドのリトル D、こちらをですねご紹介していきたいと思います。走行をやっていきたいと思います。じゃあまずね、正面からのちょっと外装は軽く一周見ていきたいと思います。いや、すごいっすよね。もうこれやるとこないですよ。もう出来上がっちゃってるな、これ。素晴らしい、素晴らしい。で、まあ、ざっくり内容で言うと、まあ、ボンネットがあって、このバンパーがあって、でもって、ホイール、タイヤ、リフトアップはちゃんと、ダンパーまでやっちゃってますよ。はい。スプリングとダンパー変わってます。はい。で、こんな感じで後ろもバンパーから、ちゃんとバンパーにカメラが埋め込んであってのリトルディ。はい、こんな感じになってます。はい。で、あとレフトアップですね。さあ、ではやってきました、ジムニー XC。 こちらリフトアップ仕様でございます。いや、ちょっと待って、いきなり驚いてますよ。僕は何に驚いてるかってね、ちょっと乗り心地が良すぎやしませんか。ちょっとせっかくジムニーでコンパクトな車なんで、市街地走っていきたいと思うんですけど、曲がっていいのかな、狭い道でもね、全然 OK なんで。いや、これなんかもう正解な可能性が出てきちゃいましたね。で、今回のこのジムニーは、ダムドのリトル D っていう、あ、え、はぁ、あ、あ、すごい、ふらつき全然ないじゃん。もちろんね、そのリフトアップしてるからノーマルよりじゃあ乗り心地悪くなるんじゃないのってあるんですけど、正直言うとね、あんま変わんないか、ふらふら、そのよ揺れに関してはこっちの方がないかもしれない。だから減衰力結構高めのダンパー書いてましたね。前後で赤いダンパーついてましたけど、意外と減衰力しっかり生きてる感じがあるので、今あえてこういうちょっと生活道路みたいなところでね、なるべく振動を食らおうと思ってこっち来たんですけど、どうやら飛びがあるけど撮ってみようかな。近くから行ってみますか。行けるんだよ、道なんだよね。え、神社、神社か。じゃあちょっと神社はちょっと分かんなくなっちゃうね。おー、すごい狭いところめちゃめちゃ来たけど、あ、ちゃんとあの埋め込んであるカメラもいい感じの位置ですね。すごいです。でね、これね、見切りいいの。あれ、なんかいろいろ気づくな。あ、これはいいじゃん。だいたいこの、まあ昔僕ね、あのメルセデスの G クラスのリフトアップとか乗らせてもらったりとかがあったんですけど、あの知り合いのね、あとラングラー結構上げてる人多いじゃないですか。最悪だったのデリカ、デリカのあのスペースギア、何、え、デリカのスペースギアのリフトアップ、あれとかなんかもうね、横転しまくってましたけど、一時代昔ね、なんかね、それと比べて全然ふらつきがない。この先車両通行止め、あら、これ今ね、砂利の駐車場でちょっと展開とかさせてもらってます。まあとにかくね、普通の車のちょっと足硬い版ぐらいの感じ。これもしかしたらジムニーのリフトアップはこれが正解なのかもしれない。この何でしょうね、ロールセンターの問題とかその辺は限界があると思う。そうするとこの車はこのぐらいのリフトアップがベストな気がします。
で、これね、さっきからちょいちょい思ってたんですけど、リフトアップしてるおかげで乗りより楽なんですよ。お尻をちょこんってやるだけで乗れちゃうし、降りる時も足ポッて出すだけでいきなり地面になって、ちょっとこの川とか行っちゃいたいけど、それはきっと怒られるよな。てかまあ川入っちゃダメだよな。いや入りたいかも。で、このリフトアップしてることで見晴らしがいいのと、あと実際にこの乗り心地がいいでしょ。で、乗り降りが楽でしょ。これね、なんかジムニーの正解な気がする。カスタマイズもね、もちろんノーマルっていうのが最高っていうのがまああるんですけど、なんかこんなにいいんだったらいいな。で、何よりもこうやってね、おしゃれにちょっと車高も上がってて、なんかこう可愛くおしゃれで楽しいじゃないですか。カスタマイズしてね、他の人とはもう見た目も圧倒的に違うわけだし、それでこれはねいいですよ。あ、いい段差がある、行け。ああ、やっぱいいわ。で、あとその減衰のおかげで収縮性がすごく、収縮性っていうか、まあ一発でちゃんと押さえてくるって感じがあるので、こういう車だと一回揺れ始めるとね、一生揺れてるんですけど、これは本当にドカンドカンで一回で終わらせてくる。おー、いいね、このアクロ。いいアクロしてるよ。アクロじゃないか。でも結構道がボコボコなんで。でもそこ走ってて、こういうリフトアップした車で乗り心地を悪く感じないっていう時点で、もうこれ正解ですよ。いや、楽しい、楽しい。まあ、車体がまあ200とか、まあ、ね、なんかいろいろあって200、340とかで買って、まあ、100万ぐらいかけて、まあ、このエアロ組んでるわけですけど、まあ、例えばじゃあ、さすがにエアロがちょっとっていう人でも、リフトアップしたい人多分多いと思うんで、フェンダーと。フェンダーやって、オーバーフェンダー貼って、で、そうだな、オーバーフェンダー貼って、足回りだけこのリフトアップ、スプリングで、自由調の長いスプリング入れて、減衰力上げたダンパー入れて、ストロークをしっかりさせる。あの、必要ストロークで、その、バンプタッチ、リバンプタッチしない状態を作り上げれば、これが出来上がるわけで、そうすると、実は買い物の足にめちゃいい。乗り降りが楽だから、ちょこちょこなんか買って降りて、なんか止まって降りて、乗ってっていうのがすごい楽ですよ、これ。じゃあね、あれ、市街地をしてきましたけど。意外と加速するんだよね、これ。前にちょっと古い方の G クラスを紹介させてもらったと思うんですけど、レッツのあれのノーマルより100万倍ぐらい乗り心地いいですよ。あれはね、やっぱね、動き出すとなかなかなのだったんで、その時は悪く言ってなかったんですけど、ね、これ乗っちゃうとベンチマークとしてはこっちの方がいいなっていう感じです。そのカスタマイズと楽しい生活のこうバランス、もちろん実用性っていう意味でこれ上がってくるし、でこれでね、大雨とか洪水とかでもある程度走れちゃうとか、大雪大歓迎みたいなわけじゃないですか。で、あとこのタイヤね、何のタイヤか、あの動画でね、さっき の外装編の方動画見てもらえば分かるんですけど、破綻のやつ全然知らないんですけど、どうしたんですかね、こんなでかいブロックの。最近のオルテレンってこんな感じなの。めちゃめちゃいいんだけど、ということで、ジムニー XC、ダムドの、フルエアロリトル D に乗らせていただきました。衝撃です。あ、衝撃って、衝撃があったっていう話じゃなくて、いや、もう本当に衝撃的だったんですよ。これね、まずね、タイヤがでかいじゃないですか。で、サスペンションもリフトアップしてるっていうことで、で、ダンパー変えてるんですけど、乗り心地が正直いいんですよ。
これはねちょっとね皆さんね同じ足のカスタムした方がいいと思います。これで僕降りてから思い出したんですけど、これルーフにねラックが乗ってるんですよ。これも鉄でごっついから結構重たいと思うんですけど、それでもふらつかないの。リフトアップしたら絶対こうじゃないですか、車って全然ならない。これはね丸パクリした方がいいですよ、この仕様で。だいたい足回りが30万ぐらいだったっていう話なんで、ホイールタイヤ入れてね。そう考えると別に高くないし、でもってこれオールテレンのタイヤなんですけど、これ BF グッドリッチのタイヤなんですよ。タイヤサイズがねいくつだったかな、225の75の16なんですけど、パターンノイズブロックノイズないんですよ街乗りで。これはねちょっといろいろと僕衝撃受けてます本当に。皆さんね、ちょっとこれサスペンションさっき動画でね、外装のところでは紹介してると思うんですけど、どこのメーカーかわからないので、コメント欄で皆さん教えてください。もうね、僕ね、コメント欄で勉強していきますから、皆さんね、ぜひいろいろ教えてください。他の車も含めて。ありがとうございます。なんか220クラウンすいませんでした、本当にね。マルチリンクなんですね。ダブルビッシュボンドだと思ってたんですけどね。まあまあ、それはともかく、本当にこれは、皆さん、ジムニーの一つの正解だと思います。で、まあ、エアロは好みなんで、まあ、70万ぐらいかかるんですけど、まあ、見た目こうしたかったらぜひやってほしいと思うし、あとこれここが樹脂のボンネットになるので軽量化にもなるんでね、燃費良くなるかもしれないですね。ちょっとね軽だと結構でかいんで、まあ、とにかくねこの乗り心地は経験してほしいのと、あと、まあ、見晴らしがいいんで狭いところ走りやすいのと、車高上がってるおかげで腰掛けて足乗せるだけで運転できるっていうね、乗りより楽になっちゃってます。これはぜひね皆さんねちょっと研究していただければと思います。これからもいろんなジムにね紹介していきたいなと思うし、そろそろねロキシーのジムニー女子の方にね戻ってきていただきたいです。また借りに来ないかななんて思ってるんですけどね、まあ、冬はちょっと一緒にスノーボードなんか行きたいななんて思ってますけれども、はい、まあ、これからもねプラスパワージャパンではもうジムニーにねいろいろこだわってねいろんなカスタムのジムに紹介していきますので、ぜひお楽しみにということで、こちらの車もですね納期はかかると思いますけれども、前よりは納期短くなってるらしいです。120回払い金利 1.9% も対応しておりますので、ぜひ皆さんお問い合わせください。カスタムの方もこちらで受けたまわることができます。もちろん皆様のお車をプラスパワーに持ってきてもらって、そちらでカスタムだけっていうのも多分できますので、ぜひご相談いただければと思います。この動画がいいなと思った方はグッドボタン、そしてジムに最高じゃんと思った方はチャンネル登録お願いいたします。あとですねここら辺にあるベルマークもぜひ押していただけると嬉しいですね。この辺にありますか、通知が届くんでぜひお願いいたします。はい、ということでここまではセンタロがお送りしました。また次の動画お楽しみに。バイバイ。